肩に血2時間も
ありがとうございます。はい、改めましてゆうなです。よろしくお願いします。今日はなんかね、見慣れた顔ばっかりでね、結構リラックスしてる。はい、ゆうなはですね、弾き語りライブをしたり、ニコニコ動画に歌ってみたを投稿したり、ニコニコ生放送をしたりして活動しております。主にアニソンやボカロやオリジナル曲を歌っています。今の曲はグッドスクールガールという曲なんですけど、大好きなボカロ P のミキトさんの、アルバム曲になります。どうですか、トガスさん。え今日どうですか。今日かい。うん、なんか季節を感じる日だなって。どういう意味ですか。秋だなって。そうだよね、なんか、うん、肌寒いよね、外ね。秋だなって思わない、うん、思うよ、僕は思いますけど。トガスさん、暑いとか言って、暑いって言ってたじゃん。暑いんだけど秋だなって思うでしょ。ねえ、皆さん。本当か。無理やり。めっちゃ合わせてるでしょ。無理やり会釈してくれるこの日本人感。素晴らしい。合わせるところが日本人だね。さあ、次の曲も、ボカロ曲なんですけど、新しく覚えて今日初披露するんですけど、これもなんか歌詞に秋とか出てくるもんね。ちょうど今の時期なんじゃない。あ、もうちょっと遅いのかな。いや、今頃だよ。今頃だよね、きっとね。タイムリーだね。じゃあ、新カバーのボカロ曲、聴いてください。陽明恋煩い。恋
ありがとうございます。いざ歌ったらすごいこの曲高かったわ。そう高かったなんか練習してる時とライブで歌う時って変わりません？これ使うからね。あ、機械を通すからか。そういうことか。秋ですね、皆さん。そうですね。皆さんの中にある小さな秋って何ですかね。それ誰かに言ってもらわなきゃいけないんですけど大丈夫ですか富樫のトークショー。え、そう、なんかね、今日はね、今日はなんか爽やかな瀬戸りなんだよね。そうだね。そう、なんか優奈は爽やかなキャラなんだよっていう売りとかじゃなくて単純にそういうあれになっちゃったから、別に僕はそんなに普段爽やかでもないし、割とね、アホな時もあれば真面目な時もあるし。今日はどっちですかね。今日はね、中間、まだ出てきてないって感じがする。あ、何が今なんかアホか真面目かって話してたんだけど、この間ね、うん、まあ変な写真撮って遊んだじゃんしたねいや最近なんか富樫さんと朝まで練習したりとかして結構一緒にいることが多くて、もうなんかさ、深夜とか朝方とかになったらさ、なんかだんだん楽しくなってくるじゃん。それでなんかすごいね、なんか富樫さんのツイッターを漁ったら、なんかすごい富樫さん昔変な顔の写真ばっかり上げてて、俺そうだよな、本来ツイッターってこういう使い方だよなとか急に言い出してなんかこういう写真を撮り始めたから、僕も撮ったことないんだけど撮ってみたんだよね。そしたら一発目でクソ面白い写真撮れたよねそう、もう残念ながら出せない。そう、みんなに見せれないぐらい結構やばい面白い写真が撮れて、富樫さんはそれでちょっとね癒されてるんですよね。そう、毎朝見てるの毎朝って言ってもこの間の出来事だからそんな気持ち悪い言い方しないでくださいじゃあ次はそんな曲ですね。全然違うんだけどはい、次はですね、時をかける少女という僕が大好きな映画の曲です。聴いてください、ガーネット。雲よりも自由で、どう
とうございます。いい曲だなと思って。そうだね。この季節にぴったりじゃないかい。そうだね。もうあの夏を振り返ってる感じがね。ね、切なさマックスだね。本当にね。いやー、いい曲だよ本当に。生きててよかったなと思うよね。そんなに、うん、すごい。この間ね、冨樫さんとさ、その回った朝までの話なんだけどさ、その日だっけ、変なさ、写真撮った後にさ、あの泣ける動画見たの。あ、そうだよ。冨樫さんと泣ける動画を見て、二人で泣いてたんですよ。いや、ほんとにね、泣いたよね。たまにやらないとダメ。ほんと、5時とかだよ、朝5時。あの、ユーナがいいよっていうアニメの、あの花、あの花のあのメンマの見つかっちゃったのシーンだけで僕は泣けるって話をして、あの YouTube に10分ぐらいでね、その最終話のところが載ってるんだけど、泣いたよね。冨樫さんはあの花は知らないんだけど、まあこれだけで泣けるからって泣いたよね。こんな10分じゃ泣けないでしょ、したらもうもうダメ。めっちゃ冨樫さんの泣いてる姿初めて見たから、ね、それでここから溶けてる。そっから冨樫さんのおすすめ の、 あの犬のね、死んじゃうなんか話みたいなで、僕もボロ泣きみたいな。そう、すごい良かったよくわかんないですよ、なんか僕たちの関係性みたいな、よくわかんないから。あの日でなんか何やってんだろうと思ったな。いや、感動を共有してるんですよ。やった、常に。さて、ゆうなはですね、今月25日、9月25日金曜日に初のワンマンライブをやらせていただくんですが、会場は南7西4 LC7 番館5階ユニオンフィールドさんでやります。時間はオープンが18時30分、スタートが19時ということで、料金ワンドリンク込みで2000円となりますので、たっぷり25曲歌いますので、めっちゃ気合い入ってるんで、ぜひぜひ来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ゆうなはホームページやツイッターやフェイスブックなどがありますので、よかったらチェックしてください。優しいという字に那覇の那です。みんな那覇の那って言ったらピンとこないんですけど、ね、行きますよ。本当、優しいに那覇の那でゆうなです。よろしくお願いします。それではどうでもいい話したから真面目に歌うわ。また1曲目と同じボカロ P さんのミキトさんの大好きな曲です。聴いてください、赤い糸。
悩むことさえ変わらないものがないなら、ああ僕らこのまま変わってゆくの。君からの音沙汰はずっとないまま、ダメだった。今日はダメだったな。何ダメやったか。今日10ダメ中ね、6ダメぐらい。すげえダメ。結構ダメ。悲しみですね。ちょっと待って。さて、次で最後の曲になるんですが。言わせたか。最後は、オリジナル曲の、自分で作詞した今日もあなたがという曲でじゃんじゃが楽しく終わろうかなと思います。それとですね、今日は歌ってないんですけど、オリジナル曲のミトラムオーレという曲が iTunes ストア、Amazon Music、music.jp、歌パス、レコチョク、リスモなどで配信されてます。そちらもよろしくお願いします。それでは、最後の曲、聴いてください。今日もあなたが。
もそれが愛おしい感じちゃうのはあなたのことが好きだからなのかな。年の割に子供みたいなあなたの真剣な姿を見ると目が離せなくなる。本気向き合っているんだなって尊敬しながらももっとあなたに惹かれるわ。やっぱり大好きみたい。ありがとうございます。ゆうなでした。